緊急速報、新生ロックマンプロジェクト始動。あのロックマンエグゼを開発した制作チームが任天堂 DS で新たなヒーローを誕生させる。星空を見上げる主人公、果たしてこの世界は一体。驚きの新事実、今度のロックマンは主人公が変身。個性豊かなクラスメートたち、気になるストーリーに期待。新しい敵キャラクターも登場。さらなる進化を遂げたバトルが任天堂 DS で繰り広げられる。2006年冬、その全貌が明らかになる。新たな情報を待て。